今まではこのカードに書いてある数字を使って振り込みを行ってきましたが今後はこのカードに表示される1分だけ有効なパスワードを使います三井住友銀行では1回ごとに使い捨てのパスワードを作り出す機器を利用することで不正アクセスを防止する仕組みを来月以降導入しますこの防犯対策により三井住友銀行で今年これまでに確認されている不正送金の被害15件 総額およそ1000万円の犯行と同じ手口であれば、今後は全て防ぐことができるということです。警察庁によりますと、今年に入ってから先月8日までに全国の銀行で発生した不正送金の被害は445件、総額は4億1600万円で、件数、額ともに過去最悪となっています。